デカリン、ノルボルナンスピロ、2.2ペンタンに関式化合物は、二つの間を持つ、関式化合物である。有機化合物及び無機化合物に広く現れる。間同士の結合の仕方には、三通りある。二原子間の結合から例えば、デカリンは、二つのシクロヘキン間が、CC 結合を共有している。一連の原子例えば、ノルボルナンは、 二つのシクロペンタン管が五つの炭素原子のうちの三つを共有していると見ることができる。一つの原子、スピロ化合物を形成する。架橋は多管式化合物における二つの共闘をつなぐ、無分岐の原子様たは単原子や共有結合である。二管式化合物には IUPAC の厳密な命名規則がある。五管和管を構成する。 炭素原子の数によって決定される。縮合または佳境化合物に対しては、ビシクロスピロ化合物には、スピロという接頭時が付加される。接頭時と五感の間には、各括弧の中に、ピリオドで区切って、共等間の炭素の数が記載される。数字は縮合または佳境化合物なら、高順、スピロ化合物なら、小順に並べる。 例えば、ノルボルナン骨格は7個の炭素原子を含むため、五感はヘプタンである。この分子は、共同間に2個の炭素からなる橋が2つ、1個の炭素からなる橋が1つかかっているため、2.21とし、ビシクロの接頭時をつけて、ビシクロ2.21ヘプタンとなる。IUPAC ノーマンクレイチャー4バイシクリックス。ありがとうございます。